岐阜県道251号伊比川谷組山線とは、岐阜県伊比郡伊比川町内にある、一般県道である。岐阜県道251号伊比川谷組山線、伊比郡伊比川町、谷組深市坂にて、伊比川町中心部と谷組山家根寺を結ぶ路線である。大垣市方面から国道417号経由で、谷組方面へ向かうアクセス道路である。路線の後半は、 旧谷組巡礼街道にほぼ一致している。岐阜県伊比郡伊比川町山林の上、新町交差点が起点。北へ向かうが、すぐ右折し、国道303号の旧道に入る。この付近は伊比川町中心部で銀行や商店などが立ち並んでいる。下町バス停付近で左折し、 道幅が広くなり、北東に向かう。道長野で、旧谷組巡礼街道と合流する。間もなく九十九折になり、小野坂トンネルへ向かう。小野坂トンネルを越えると、旧谷組村に入る。谷組の中心部を抜け、岐阜県道十5三島元支線との三門前、交差点の北側に、下言寺の総門があり、門前町を通り、下言寺の二王門が終点となる。 終点の谷組山毛厳寺の二両門岐阜県道40号、三島元栖線との三門前交差点の北側にある毛厳寺の総門。ありがとうございます。